どうも皆さんこんにちは。本日も何卒よろしくお願いいたします。さあそれでは本日ですが、一応まだ新作と呼べるスニーカーを購入しておりますので、そちらをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。では早速開封していこうと思います。ちなみに今回はもう先月になるんですが、スニーカーズで購入できたスニーカーとなっております。あと今日に関しては2足ありまして、まとめてのご紹介なので、後ほどそちらも出していろいろと遊んでいきたいと思います。ではではまずはこちらのボックスとなります。もういろいろなところで画像も出回っているので、ご存知の方も多いかと思います。こちらはあのブランドとのコラボのボックスですね。で、白と黒のトーンでめちゃくちゃ派手な感じで総柄となっています。いや、このボックスからすでにやっぱりめちゃくちゃかっこいいなと思ってしまいますね。ということで今回ご紹介するモデルですが、数年ぶりにリリースされたあのブランドとナイキのコラボの一足になります。では早速中身を見てみたいと思います。本日ご紹介するモデルがこちら、アクロニウムナイキブレイザーローでございます。デザイナーのエロルソン・ヒューによる革新的なウェアがファッションシーンで高い支持を得ているアクロニウム。ナイキとのチームアップにおいても独自性の高いモデルで存在感を発揮。ルナフォースワンを皮切りに様々なモデルがリリースされ、スニーカーシーンにインパクトを残しました。今回は数年ぶりのタッグとしてブレイザーをベースにアクロニウムのギア感を搭載したニューモデルが登場となっています。ということでこちら、まずは詳しくスニーカーを見ていきましょう。それでは全体像からディテール見ていきましょう。まずボックスのインナーのペーパーですが、今回はナイキとアクロニウムのコラボ仕様となっています。では改めてスニーカーですが、まずは左足をサイドから見た姿がこちら。アッパーは大半がブラックで、ところどころカットされているような仕様で構成されています。スーシュはホワイトのプリントで縁取られていまして、ミッドソールはややクリームがかったオリーブが採用されています。こちらはインサイド、カッティング以外はインとアウトで特に大きな違いはなさそうです。右足側から見るとこんな感じ。こちらもアッパーではカッティング以外は左右での違いは特に見当たりませんでした。続いて正面側から見た姿がこちら。ブラックのアッパーはバリスティックナイロンで構築されていまして、カッティングされた下地にはホワイトのテキスタイルとなっています。終端はホワイトのラベルにナイキとアクロニウムのロゴがブラックで記されています。こちらはターン裏、切りっぱなしの仕様となっています。ライナーとインナーはこのような感じで、ライナーはオリーブで統一。インソールには左右で異なるナイキとアクロニウムのコラボのロゴとなっており、右足のかかと部分にはこちらも少し仕様の違うロゴが記されています。シューレースはブラックのものが元からついておりまして、オリーブの替え紐が付属しています。また今回は付属品が多く、まずこちらは交換用のヒールパーツ。そしてこちらはコラボ仕様のドッグタグ。そしてこちらのカードにはヒールパーツの交換方法が記載されています。こちらは黒タグ。続いてアウトソールは全体をミッドソールから続くオリーブカラーで構築、統一感のあるソールとなっています。最後にヒールから見た姿がこちら。ブラックとオリーブのツートーンで構成されていまして、今作を象徴するような大きくせり出したヒールパーツとともに、アクロニウムのロゴが大きく配置されており、かなりインパクトの強い後ろ姿となっています。ということでまず見てみましたが、いかがでしょうか。ではもう一色の方も買っているので、そちらも開封していきたいと思います。で、今回はもう普通のレビュー的なのはおそらく YouTube にもいろいろ上がってると思うので、今日はアクロニウムのお話をしながら両方ざっと見ていただきつつ、ヒールパーツをいろいろと変えていこうかなと思います。ではまずアクロニウム全く知らないという方のために簡単にブランドの説明をしておくと、今回のブレザーとかを見ても先鋭的なイメージを持たれるという方が多いと思うんですが、1995年に立ち上がったブランドでして、実は結構歴史のあるブランドとなっています。で、現在はドイツのベルリンを拠点に活動されていまして、デザイナーのエロルソン・ヒューはアクロニウム以外でもいろいろなブランドとタッグを組んだりされています。というのがテンプレ的な説明になりまして、ここからまあ雑談っぽい感じでお話をしていこうと思います。で、エロルソン・ヒューといえばストーンアイランドのシャドープロジェクトを手掛けられてたり、あとナイキラボ ACG のディレクションを昔されてたということもあったりして、まあ、本当にアクロニウム以外でもいろいろな場所で活躍されているデザイナーとしても有名な方ですね。で、手掛けられているブランドとかアイテムは本当に大体めちゃくちゃかっこよく仕上がっていて、やっぱりさすがだなというような方になっています。素材使いはもちろん、ディテールとかもめちゃくちゃこだわられてるんで、手に取ってみるとなおさら欲しくなっちゃうみたいなことが本当に多いブランドだなと思っています。
ただまあちょっとお高いということもあって、残念ながら私のお財布事情的にはやっぱりまあ手が出にくいんですよね。いやでも本当にあのナイキラボ ACG のコートとか、あとコミューターとかもそうなんですが、本当買っておけばよかったなと未だに後悔することがたまにありますね。でもあの時はまだちょっとお財布の紐も結構硬くて、まあ手が出なかったんだよなっていうような感じかなと思ってます。でアクロニウムなんですが、まあご存知の方も多いと思うんですが、ジャケットだとザラに30万ぐらいしたりするブランドとなっています。で一番アイコニックなところというか、まあ一目見てわかるポイントとしては、フロント中央のところに、まあ、ポケットが配置されているジャケットが多いので、街で見かけたら、あ、アクロニウム着てるなみたいに気づかれるかもしれません。あの J1A というアクロニウムが最初に作ったジャケットとかがまあ有名ですかね。まあ本当にこうファッションが好きな方とか、あとはコアな方々からの支持がすごく高くてファンの多いブランドというようなイメージです。個人的にもアイテム一つ一つがめちゃくちゃかっこいいなと思います。でスニーカーの実物の感想なんですが、いや、やっぱりめちゃくちゃかっこいいなというのと同時に、まあやっぱり最先端っていうか、まあ万人受けはしないかなというのも正直な感想です。プロダクトとしてめちゃくちゃかっこいいと思う一方で、デザインが本当に完成されているので、これに負けないような服の合わせ方をしないと靴だけがまあ結構浮いてしまいそうかなというような感じもしますね。ちなみに個人的にこの2色どっちが好きかと聞かれたら、やっぱりマルーンの方が好きかなと思います。まあ好みだと思うんですが、アッパーの素材が黒はバリスティックナイロンで、マルーンがスウェードで、まあちょっと黒の方がヨレッとしそうというか頼りない感じかなというのと、あと数種の感じもマルーンの方がいいかなというのがポイントかなと思います。というような感じで、まあ感想はこれぐらいにしまして、ここからはヒールパーツをいろいろと付け替えてみたいと思います。はい、ではヒールパーツ変えていきたいと思います。まあせっかく両方あるので、それぞれ組み合わせを変えて見てもらったりするのがいいかなと思っています。で一応付属のカードにはドッグタグを使って付け替えると書いてあるので、まあ、ちょっと試してみたいと思います。あー、これダメですね。ドッグタグの方がペキッといってしまいそうな予感がします。ということで、まあ、ちょっとマイナスドライバー持ってきたいと思います。では改めてまずは黒の方をもともとついているものから黄色に変えてみましょう。では付け替えていきたいと思います。あ、これダメだ。ちょっとめちゃくちゃ時間かかりそうなので、付け替えたところに飛んだ方がいいかなと思います。はい、こんな感じになりました。デフォルトのオリーブと比較してみるとこんな感じですね。どうでしょうか。個人的には黄色よりはオリーブの方がいいかなと思いますね。では続いてマルーンの方も黒から赤に変えてみたいと思います。はい、こんな感じになりました。黒と比較してみるとこんな感じですね。こちらもどうでしょう。個人的にはさすがにちょっと赤派手すぎるので黒の方がいいかなと思います。ということで、まずはそれぞれ元々に付属してたものに付け替えてみたんですが、続いては黒と丸でスワップをして黒に赤のパーツを付けてみようかと思います。はい、付けてみましたが、これはさすがにちょっと個人的にはなしかなと思います。では次、黒に黒のパターン行ってみたいと思います。はい、つけてみましたが、あ、これはいいんじゃないでしょうか。付属は黄色じゃなくてこの黒だったらよかったのになとか、まあちょっと思ってしまいます。では同じようにマルーンにオリーブつけてみようと思います。はい、ということでオリーブつけてみるとこんな感じです。まあ思ったよりはいい感じかなと思うんですが、まあ色の数が多すぎてちょっとごちゃごちゃしてるかなとも思いますね。では最後、マルーンに黄色つけてみたいと思います。はい、つけてみましたが、いや、これはこれでありな気がしています。数種が同じ系統の色なので、まあ確かに派手にはなるんですが、まあ色の組み合わせとしてはそんなに変じゃないかなというような気がしています。はい、ということでいろいろと付け替えてみましたが、どうでしょう、どれが良かったですかね。個人的には今画面でこう付けているパターンのどちらかにしようかなというような感じです。あ、で一応左右非対称とかにはさすがにしないかなと思います。まあでもこうやっていろいろと遊べるっていうのは本当にいいなと思います。はい、ということでヒールパーツいろいろと付け替えてみました。では続いてこちら、実際に履いて履き心地やサイズ感見ていきましょう。ではまず履き心地ですが、ブレザー自体がもともとコート系のモデルということ、さらにノンエア系のモデルということもあってクッション性が高いようなモデルではないです。なのでふわふわしたような感覚のクッションはないと思っていただいた方がいいです。
アッパーの感触は黒とマルーンで素材が違うので一概には言えないんですが、黒のバリスティックナイロンが意外と柔らかくて悪くないような感じがします。あとヒールパーツがついていたりするので結構重いのかなと思っていたんですが、まあ、実際に履いてみるとそこまでこう重さが気になるということはありませんでした。ただまあブレザー全体的に言えることですが、ハイテク系のモデルと比べてすごく歩きやすいという部類のスニーカーではないと思います。続いてパンツコーデですが、黒とマルーンに共通したこととしてはやはりアクロニウムということもあって、あまりカジュアルダウンした感じのパンツに合わせるっていうのは難しいんじゃないかなと思います。そのため個人的にはほぼ黒のパンツで、かつデニムなどではなくてトラックパンツとかテック系のパンツなどややソリッドな感じのする素材感のものを合わせるかなと思います。続いて丈感に関してはジャストレングスでもクッションでも好みで大丈夫かと思いますが、まあどちらかというとスニーカーがある程度は見えるような丈感の方が相性がいいんじゃないかなと思います。最後に太さについてはある程度細めでもワイド系でも履けると思うので、どちらかというと風合いとか素材感を重視してパンツを選ぶと全体のバランスが取れつつスニーカーも入るような着こなしになるかなと思います。最後にサイズ感ですが、こちらのモデルは比較的細めの作りとなっています。そのため普段よりハーフアップで履くことをお勧めします。具体的に言うとエアフォースワンが 26.5 だと27を購入すれば小さいということはないと思います。エアマックス系を履かれている方は同じサイズ感で大丈夫だと思います。あと個人的には AJ1 とかダンクに関しては 26.5 でも履けるんですが、ブレイザーに関しては 26.5 だとかなりタイトに感じるので、ハーフアップはされた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに私は今回27センチを購入し、ちょうどいいサイズ感となっています。その他普段の私のサイズこちらに載せておきますので、よろしければ参考にしてください。また個別にご質問などありましたら遠慮なくコメントの方にくださいませ。はい、ということで履いてみました。先に1点、履く前に物だけ見てたらマルーンの方が好きと言ってたんですが、履いてみるとどちらかというと黒の方がいいんじゃないかなと思ってきております。やっぱりギミックが結構効いてるので黒の感じだとちょうどいいアクセントぐらいで履けそうなんですが、マルーンは結構合わせるのが難しいかもしれないなと思っています。でこれに関してはアクロニウムが好きな方っていうのはすでに買われた方がほとんどかなと思うので、それ以外の方だと、まあ、ちょっと尖った感じのものを探してるとか、あとは人とは違うようなスニーカーを履きたいという方にはお勧めしたいなと思います。あとはまあ見ていただいた通りにはなるんですが、楽に履き回しが効くというようなスニーカーではないと思うので、まあ、どんな服でもヘビロテしようみたいな方にはあんまり向かないかなと思います。でこれ多分スニーカーズでもまだ両方とも買えるんじゃないかなと思うので、気になる方は一度検討してみてもいいんじゃないでしょうか。という感じで、この他にもご質問やリクエストなどありましたら、ぜひぜひお気軽にコメントをくださいませ。はい、ということで本日はアクロニウムナイキブレイザーローをご紹介しました。今後もいろいろなスニーカーをご紹介していきますので、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。